こんにちは。こんにちは。さて今日は2月14日ということで、はい、バレンタインデーなんですよね。ね、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。もしかしたら。そんなこともないですよ。だから赤いネクタイ。そんなことや。あの寄せてきたバレンタイン。チョコって。あ、チョコだけに。チョコだけに。ところでもらいました伊藤さんは。チョコレートですか。はい。まあだってまだ今日はあと12時間以上ありますからまだ。私はあげましたね今日。誰に。じゃなくて斉藤さんに日頃お世話になってるんでレポートプラスゴジラを担当している小田島さんと長谷川さんと一緒に斉藤さんに、なるほど、はい、ちょっといいチョコレート、はい、日頃お世話になっている、はい、感謝を込めて、なるほど、じゃあ私にはお世話になってないと思う。そういうことでいいでしょうか。まあそんな、はい、ありますか、ちゃんと伊藤さんにも、はい、まあその結果はまあ明日のサタフクでということになるんでしょうか。野村さんもね、ね、どんなバレンタインデーなのかちょっとエピソードあるかもしれませんから、ね、笑い芸人さんだからいっぱいもらうんじゃないですか。そうですよ、ね、うん、ガラッと変わって、はい、レトルト食品特集するということですけれども、まあ一人暮らしなので、うん、平日疲れて帰るとやっぱ作るの大変じゃないですか、はい、スーパーで売ってるもの以上にやっぱ業務スーパーっていろんな種類があるんですよ。こういう商品もあるんだっていう驚きが。これもレトルト食品、冷凍食品になってるので、はい、本当ですか。冷凍食品革命起きてますから。何が好きですかレトルト食品。特に、うん、牛丼系。あー、やっぱカレーですね。あー、そうですね。カレーだけでレトルトカレーたくさん種類ありますから。そうですよね。カレーも出てきますか。明日どうでしょうね。出てこないな、これは。皆さんの生活をきっと豊かにしてくれる情報盛りだくさんでお伝えします。ぜひ明日も昼12時からです。お楽しみに。ご覧ください。